うもどうも。アイス食べます、イエイ、いただきます。うん、なんかね、私インドネシアにねすごい大好きなねソースサリーっていうアイス屋さんがあるんですけど、そのねアイスをずっと食べたくて、ずっとね好きなんですよ、インドネシアに行ってから。でそしたら昨日インドネシアのファンがね、なんか同じような味の似たアイスが売ってるよミニストップにって言ってきて、うん、でこれなんですよ。だから今食べてる。これで合ってるかな。なんかどんな味だったかな、こんな味だったっけって食べて思ったんですけど、結構4年前にね食べて、なんかこれちょっとシャーベットなんですけど、あれはクリームだから、うん、ちょっと違うなと思ったんだけど、確かに今ヨーグルトだから、うん、で美味しい。そうだ、シャーベットとクリームのアイスはやっぱ違うよね、ちょっと。でも美味しい、うん、そうだ、教えてくれて嬉しい、美味しい、ありがとう。スラマッパギン、インドネシア行きたい、うん、ヨーグルトアイス、うん、そうアイス食べてる。一日中パジャマってきた、いやいやいや、なわけ、お話し会もねあったんで、おいとい、今日はお話し会ありがとうございます。うん、楽しかったです、うん。今日のお話し会の服めっちゃ可愛かったって、嬉しい、ありがとう。今日も可愛かった、ありがとう。でも今日白飛びしてたよね。でもね別にね、みんな何もないし、まあいいやと思っててずっと。でそしたらねスタッフさんに、あれってちょっと白飛びしてますかって言われて、はいって言って、そうでも大丈夫ですって言って、アイドルですよってそうだから今度白飛びしてたらすぐ教えてくださいって言われましたそうそう、だからはい気をつけます、ありが了解ですって言いました、うん。今日も可愛かった、誰よりも、だって誰よりもってもういっぱいの中の一人やんけ、うん、
うん、アイドルですよ、アイドルだった。今日隣のレーンあんま人いなかった。私前もいなかったし横もいなかったんだけど、斜め前はいたけど横と前がいなかった。うん、そう。でもなんか部によっていたかな。だから部、なんか私が休みの時になんかみんなそこの周りを使ってたっぽい。うん、そう、そんな感じです。まあね、いろいろ。AKB48 2番目に好きです。お、ありがとう。もう2番目書いて突っ込むのもね、負けた気になるんで。うん、エリナ様って負けず嫌いなのだって。え、どう思いますか。選抜楽曲が楽しみですだって、ね、楽しみにしててください。もうレコーディングしました。うん、この前の僕の太陽公演終わりのにレコーディングした。うん、ショールーム選抜の方も進んでるよ。うん、フルーツ食べたいな。だって今日朝ごはんスイカでした、私。うん。エイトの日のうちは注文して、ありがとう。スイカ毎日食べてる、いいな。新曲どんな感じ？うん？なんか俺たちの AKB が帰ってきたってサマステの時に言ったら、なんかめっちゃみんなの中でハードル上がってるっぽくて、すごい、うん、そんな感じでも、うん。ダンス曲じゃなければ何でも OK。 ダンス曲嫌いなんか。来た。え、嘘。うん、聖火。あ、聖火ありがとう。クマタワー来た。ロッククマタワーありがとう。聖火ありがとう。クマタワー、じゃあみんなでお礼言いましょう。聖火ありがとう。クマタワー、イエーイ、ありがとう。
嬉しい、ありがとうございます、感謝、うん、みんなでお礼を言うお代理ルームあるある、そうなんです、うん、熊の眉毛好きだって、確かにかわいい、これかわいいね、ドッグマ。お便りの最近の楽しみはなんだろうね、寝ることかな、うん、ご飯、うん、ご飯、ラーメン食べたい、めっちゃラーメン食べたいよ、でも食べれない、うん、食べる時間がないうん、おだいりちゃんをアイスのみだって懐かしい、エモい、一緒に行こうぜ、だって行く時間ないんよマジで、うん、すいません、さっきラーメン食べてきました、いいな、うん、なんでそんな忙しいのってきた、いやめっちゃ忙しい今、うん、俺がお家で作ってあげようかで、家のラーメンじゃなくてラーメン屋さんで食べたい、ゲームもしてない、私だって YouTube も見てないよ最近そう、うん、確かに忙しいのはありがたいことですね、うん、いや鬼スケジュールはまだ続きます、頑張りますうん、最近 SNS やってないんだって、そうなの、なんかね SNS ねやれないんです、時間がなくて、そう時間ないんだよ、なんか覚えなきゃいけないことがたくさんあって、うん、最近ショールームもあまりしないねって来た、できない、うん、お、なおなお、なおなおがイケイケタワー、ありがとう、すごい、ありがとう、なおなお、すごくま2万円ありがとう、なおなおがロックも立ててくれました、ありがとうございますみんなでお礼言いましょう、なおなお、ありがロックまたわー、イエーイ、ありがとうありがとうございます、値段言わんでいいのよ、だって、え、なんかさ出てくんのっけの、この2匹、あ、レインボースター ×1100G×1 クマ2万G、お疲れ ×1100G とか、
うん、だからそれでいつも熊タワーとか見てたよ、イベント中。うん、じゃないと自分でできないよねこれ計算。うん、え、値段はずいねだってそう、でも出てる、明日はやっと会えるかなだって。明日スモールだよね、楽しみ、ありがとう、ワクワク。今日のワンピースめっちゃ可愛かった、ありがとう。肉茶で見るね、見てね。スモール予約したので行くよだって、ありがとう。明日はスモール特別バージョン。代理休みやったら何したい？だって寝たいね寝たい。あとあれ、あのさ、ショールームのさ、貢献ランキングのお祝い配信、ありがとう配信したいけど、マジで時間なくてさ、落ち着いた時にやりたいけど、それはいつなんだろうって思うと申し訳ない、待たせて。もうこの期間にさ、私のこともう興味ないやってなっちゃう人も多分いるだろうに、そうだから申し訳ないけど、うん、そう、なんかね、ありがとうね、何も準備できなくて、そう、うん、だからすいません、うん、うん、でも貢献ランキングは来てますから、100位まで、うん、活躍してくれることが一番の恩返しになって、優しい、エリナ好き好きクラブの人は離れない本当ですか、うん、待っててください皆さん、うん、すいませんね、待たせてしまって本当に、うん、今月もなぜかクラブに入っているって、お、エリナ好き好きクラブ、みんな会員です。エリナ好き好きクラブ、今日ネイルしてるの、最近結構ずっとしてる、でも早く剥がしたい。俺会員番号いくつ会員番号とかねないんですけど、とりあえずみんな会員です、うん、
ンクラブ作りたい？だって。え、作りたい。何すんの、デモファンクラブって。なんかファンクラブの特典のブログみたいのやりたい。解放って何？お知らせですみたいな、何々しました、私はこの度。解放ってそういうイメージしかないんですけど、私はこの度何々しましたみたいな、AKB の新ブログどうなったってね。あれなくなったかな、多分。うん、TikTok 始めてほしいだって。なんか過激じゃん、コメントとか。ブスとかデブとか来そう、めっちゃ。ブス、デブ、つまんねえ、センスないみたいな。来るよ、気をつけてだって。まずファン以外誰も見ないでしょ。確かに確かに。でもバズっちゃったらどうすんの、もうなんか間違いで。そしたらブス、デブ、つまんねえ、センスない、誰これ、 AKB みたいな。ほんとそんなやつ、げんこつだ、だってかわいい。げんこつやばい、手出したらこっちの責任になるから、げんこつはできない。そっか、言い方可愛いけどグーパンだもんねって。げんこついらないからほっぺにチューください。え、逆にげんこつでいい。逆に逆にげんこついっちゃいたいかも。うん、インスタとかツイッターには過激なコメント来ないのだって。うん、過激とかわかんないけど、自分の名前を検索したら、お代理のことはすごく好きだけどって、抱きしめられたらが致命的に合わなすぎて見てるのが辛いって書かれてた。そう、
お悩みのことは好きだけど抱きしめられたらは致命的に合わなすぎて見てるのが辛い。お前誰やねん。お前誰選手権。うん。っていうね、そう。いや、そう、でも全然いいんですけど、そう。まあ全然いいんですけど、受けた。面白いなって思った。うん。そう、でも私のこと好きって言ってくれてるから、ありがとうって思ったけど、致命的らしい私。うん。見てるの辛いって、辛い思いさせてごめんって思った。うん。そう、でもあれ、粗品さんが、霜降り明星の粗品さんが YouTube でやってるお前のこと誰が好きなん選手権思い出した。そう、いや傷ついてないですよ。でもそういうね、まあ、みんな違ってみんないいっていう言葉がありますから。うん。うわ、食べちゃった。うん、そう、人それぞれ趣味違うから。美味しい、だって美味しくない。うん、エンドロールの赤い光がパッとなるところ、おなりがラスボスっぽくて好きだって。え、わかんない、照明どんな、パッってどこだっけ、感想かな。うん、十人十色です、人は。イエイ。千手観音のところ、あそこね。確かに私一番後ろにいるからね。私は劇場公演見てエリさん好きになったで、嬉しい、ありがとう。エリナーって書いてあるのかな、この韓国語。お代理のかっこ悪いところは見ないようにしてる、だって。そう、見ないようにして。おだちゃんって書いてあるって嬉しい、カムサムニだ。カメラ目線来たよ。うん、
ウィンクして、うん、パジャマですか、昨日着たパジャマ、今日は洗濯する。僕体公演だいぶ先ですかって、うん、だいぶ先かも、結構もうしばらく出れないと思う、うん、私はプデュでエリちゃんのファンになったようだって、嬉しい、ありがとう。なんかプデュの時ね、なんかすごい韓国の帰りとか飛行機乗る時にすっごいね、一人のすごい、エリナちゃんみたいな、エリナおだえりおだえりみたいな、すっごいね毎回いてくれる人とかいて、そうすごいね、その人すっごい、その人ぐらい、その人なんかすごいね、お代理のみたいな感じになってる人が一人いてさ、元気かなってよく思う、うん、いいなみたいな、パシャパシャパシャみたいな、ありがとうみたいな、すごいすごかった、うん、熱烈あとなんかねさ、韓国さ行ったらさ、なんかすっごい人とかいて、なんかめっちゃプレゼントみたいなのもらったの、なんか受け、なんか渡されて、飛行機のあの降りた時、フデュの時、うん、すごい、あれは韓国の文化なんですかね、うん、そう、それで、でその時にそう、もう荷物いっぱいもらいすぎて、なんか日本にずっと、日本でずっとねいたファンの方がいて、韓国人ので、その方が韓国に帰国しちゃって、また会えたみたいな感じの方が、なんか私の荷物なんか持ってくれてそう、マネージャーみたいになった、そう、すごい持ってくれて、すごいなんかマネージャーみたいになっててそう、おもろかった、うん、それを1日で全部準備した、だって、え、プリの時のやったんかな、うん、そうだから、もう会えない、なんか日本から離れる時とかもう会えないかもしれないみたいな、今までありがとうみたいな感じで別れたけど、そうやってね、なんかプリに入れたからまた再会できたファンの方とかもいたから、そう、めっちゃ嬉しかった、それは、海外ファンね、いらっしゃるよね、ありがたいことに AKB って海外でもね知名度があるので、ありがたいですね、日本でも出待ちってある？ないです、禁止です、それ、そうだから、そう間違ってねやっちゃったらそれはねいけないことなので、そうやらないように気をつけてください、皆さん、うん、
今度オンラインお話し会を初めて申し込みました、エリナを。だってありがとう、待ってます、カムサムニダー。猫や歌って、空港はトンチグミスコアニービンビンビンみたいな、お抜けだ馬海みたいな、ノエネタキバレナヤナ、おぬぶとなんとかなんとか、猫や猫や猫や、めっちゃねカタカナにして覚えたもん。なんだっけ、空港はトンチグミスガニビンビンナナ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 、なんかそういう感じで覚えた。猫やってなんて意味だって、え、わからない全然わからないけど、うん、その時も分かってなかった。猫、うん、そうだったんだ。イエイ。エリちゃんの感覚、感覚デビュー、うん、違うよ全然。おもろ。おもろ話でした。うん。いよいよ近づいてきたクリスマス、それな、もうすぐだクリスマス、楽しみすぎ、あげ、うん、早くクリスマスになれ、クリスマスお話し会だね。だって、え、それな、クリスマスとクリスマスイブお話し会ですわ。みんな大丈夫そう？予定空いてる？空いてないかもしんないけどごめんね。私はもうクリスマスとクリスマスイブはもう絶対にお話し会だと思ったから何にも予定なかったんだけど、そう、みんなちょっとクリスマスとクリスマスイブね忙しいかもしんないけど、ぜひ、まあ空いてたらお話し会来てほしいです。クリスマスは彼女とだって、悲しい、うん、悲しすぎる、厳しいかな、だって、悲しい、会いに来なかったら察してください悲しすぎる、うん、自分の誕生日なのでお話し会申し込んでみました。え、嬉しい、申し込みました、ありがとう、すごいいい誕生日。彼女かっこ代理じゃないんだって、え、私の彼氏さんかっこ誰いらっしゃらないので、多分違うと思う、それは妄想すぎて
妄想だからあれかもしれないけど、うん、おだいりかっこアイドルなんで、うん、そういうのやってないです。うん、色恋営業やってないんで、うん、え、付き合ってると思ってたらって、え、そう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 、私の恋人は皆さんです。うん、でも本当にそう、私には本当に皆さんしかいないので、これからもよろしくお願いします。うん、とりあえず信じようだって、信じて、うん、でもおじさんにはユリナしかだって、おい、なんやねん、入った早々何かかましてる雰囲気だって。私かましてた、うん、ユリナ W 紛れ込んでました、ここに。てな感じですね。うん。てな感じですわ。みんないつもありがとう。カラーズ楽しみだって。お、嬉しい。まあ、てな感じでね。てな感じで、お後がよろしいようで。みんなほんまにね、夏暑いけど。みんな熱中症にはまあお気をつけていただいて、そうだね、うん、まあ、 あの2日間おきに、ほんまに、はい、おきにほんまに、で熱中症には気をつけていただいて、うん、だね、夏の日差しに負けんぐらい、まあ、心を熱くして燃やして、まあ、生きてこな、うん、生きてこ、おい、あ、ほんま、たこ焼き食べて、焼きそば食べて、熱く生きてこやん、うん、ほんまに、うん、せやせや、せやな、うん、おだいりちゃん大丈夫、疲れすぎてる、だって、いやほんまに元気いっぱいやで、うん、ということでね、皆さん今日ありがとうございました。もう本当に幸せいっぱいでした、幸せいっぱいの2日間でした、
うん、ということでね、はい、じゃあ最後におランキングを見たいと思います。いきます。13位ポクレンパサラン、12位シロジーアット ODA カミオシ、11位ショータアットオダイリシカカタン、10位ヒトクマツトル、9位クルリン、8位マッカーシーアットオダシ、7位ミヤちゃん、6位東京のスワン、5位マーアットオダシ、4位ボマアット。味が違うよね、だって。あ、嘘、これ味違ったけどね、わかん、美味しかった、めっちゃありがとう。で3位ミホ、2位セイカ、そして1位ナオナオ、ありがとう、ご本人登場。美味しかったよ、でも、うん、ありがとう。じゃあ皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。また明日の配信で、バイバイ。バイバイガラス細工の君出た。